彼女が言いたいのはナチュラルの現実ということなんです。別世界の世界を言ってるんですね。その世界では苦しみなんかありませんという。現実の世界を仏教では色というふうにね、色即是空の色ですね、というふうに言ってると思った方が分かりやすい。じゃあそのナチュラルの現実ってどこなのかって言ったら空なんですね。現象界のものはみんなあるんですよ。現象としてあるわけね。だからこれは色といって、これはあるという世界なんです。色的条件を全部捨て切った空っぽになった状態を空という。空というのは状態なんですね。空を体ごと体験した人、それを空体験ですね。空を体験した人を、まあ、悟ったとか検証したとかというわけね。色と空は一つだ、どこにも違いがないんだということ。それをなおさんは体験してるから合ってないんですという説明向きに。でもう一つ言いたいのはその絶対肯定ってことですね。奈緒さんは絶対肯定なんですよ。すでに愛の中にある、すでに愛の中に誰でもがいると言った。これはあの仏教の世界でも完全に悟った人はこういうこと言うんですけどね。私はだから 空間体験はできますよってことを言ってるんですね。空を感じる体験、簡便な方法を私は考えたから、それをお前さん方に教えますよ。必要ですよ、ね、これやればね。テクナットハンサってベトナムの坊さんが書いた本、あれをね、ある本人からもらったんです。テクさんが、ね、こう言ってますよ。波が自らに向き直り自分自身に触れてみるならば自分が水であることに気がつきますって。皆さん方は自分の波だけど、波だとばっかり思っていてもね、自分に振り向く、自らに振り向いて自分自身が波だけど同時に水だったんだと気がつけばゴールですよって。泥だらけだけど仏は仏なんだ、その自分の中の仏、これに気がつかなかったね。ある時突然その泥が泥じゃなくなっちゃうんですね。その境もなくなる、全部が同じものの現れだから、泥も愛。小和田さんに最初に泥仏の話した時ね、いきなり泥も愛ねって言ってだからその色と空のね、さあ亡くなった人にはそうなるんですよ。もうできちゃってるんだ、不完全何一つないわけだ、万歳だ今なんだ、なる必要ないのね。今すでにそうだ、私は仏だ、私は愛だ、もう解放しちゃったんだと。初めから解放されたんだからね。そういうまだまだという考え方が非常に強くあると思うけど、これが大きな邪魔になるということだけは申し上げておきたい。